はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。Layers of Fear Inheritance 続きやっていこうと思います。ダウンロードコンテンツの名前ですね、これ。Inheritance。じゃあ次、どこだっけ？ここやったから、あっちの2つか、あっちの2つだよね。ネズミ？何あれ？泥？え？見えねえ。漢字だしわかんない。取れない。どっから行こうか。こっち行ってみる？あ、これは？扉の前で佇んでいる信号か。あ、開かない。ここは開かない。こっちは開く。タンス、インヘルタンス。これも A か。あれ、ん、ああ取れた。これなんだ。タンスの中に隠れていて、なんかあった。火事？あ、取った。おう。急に音楽流れたけど。回すのかな。後ろ。関係ない。なんもないな。レコードがあるわけではない。レコードは進化出るか。で、次こっち。あれ、そんな長くはなかったな。わあ、気持ちいい。逆に気持ち悪い、こんなに絵があったら。しまった。しまわなかった、これ。全部これ奥さんだよね、奥さんっていうか。ちょっとなんか、顔が、焼きただれてるっていうか。同じ絵が、向こうよりちょっと気のせいか、変わってるような。全員同じ人だよね、多分。なんもないな。子供部屋行ってみるか。
ここで一応ラストかな。なんもね。なんかぼやけてるような。おお。なんか開いた。Keep your head straight. おお。耳元で言うんじゃねえ、ボケ。トロフィーゲットしたけど。子供部屋。さっきの部屋なんだ。これをつくかな、つかない。つかないか。とりあえず全部入ったけど。全部私のせいなんだって。まあ子供の時なんか、開けたか、たのかな。ここ開くかな。開いた。さっき開かなかったからね。お、imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. My daddy shouldn't have.
わ。わ。なんで燃えてたんだ。あ、終わった。マジか。短いな、今回。もう前回でそのままスッとやっておけばよかったな。あの部屋は何だったんだ。なんか一応子供部屋っていうか子供おもちゃがたくさんあって、話がまあよくわからん話がまあ自分はホラーこのびっくりする感じが面白いんでホラーをやってるんだけど、あとさ、なんか録画とかやってるから話とかもちょっと飛ばしやってるんで、なあ内容がちょっと分かんなくなったな、ちょっとしか。 OK、 今回もうこれで終わりだよね。他にダウンロードクエはなかったはずだし、セットでこれ買ったから、多分これで全部だな。OK。レイヤーズ・オブ・フィアは今回で終わりですね。他になんかホラーあったらいいんだけど、今んとこ PS4 でホラーがもうないかな。PC とかやりたいんだけどね。ちょっと PC が、あるんだけど、嫌なだから、スペックが。欲しいな、PC。サクサクできて。OK。まあこんなとこで、こんなこと言っても意味ないから、終わります。本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、よー。